なんと今日やばいよ。北海道民なら誰もが知っている札幌ファクトリーでひぬま夫婦単独トークイベントです。いやいいんですかって感じだよね本当に。まだ夢なのか、ねって感じ。2ヶ月か3ヶ月ぐらい前から決まってたじゃん。ここ1週間ぐらいで実感湧いてきたんだけど、吐きそうになる緊張で。今日の朝もさ、視聴者の方からインスタグラムの DM でメッセージ送られてきてさ、整理券の行列できてます。ね、整理券配るっていう風に決まった時にさ、誰も取りに来なかったらどうしようと思ったんだけどもう配布開始早々になくなってくれたみたいで、ありがたいね。ちょっと今日はイベントに出演しつつ、その札幌ファクトリーって最近めちゃくちゃアウトドアに力入れてて、いろんな専門店できてるんだよね。あ、そう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 。そのお店をちょっと2人で回って、ぐるぐる。そうだね。ちょっと映しつつ。秋キャンプ、冬キャンプに入るからさ、ちょっとなんかギアも見たいなと思ってたんだよ。で、本当に普通によく行くんだよね。このイベントじゃなくても。めっちゃ行く。絶対最低でも月1は行ってて、それぐらいよく行くとこなので、ちょっとイベント出た後にお店を回ったりできればなと思います。ちょっとイレギュラーな動画ですが、ちゃんとキャンプギアも紹介しますのでよろしくお願いします。じゃあこんな大事な日なのにさ、大雨なんですよ。あ、びっくりした。お腹下してんの、なんでその流れになるおって言ったから、お腹ピーヒャラなんですよかと。私さ、なんか今日すごい声低いんだけど、どうした？何があった？ちょっと高い声出す練習しとこう。あえ、そんな場面あんの？もしかして歌おうとしてるの？CM ソング白い恋人？歌わないよ。ちなみにその札幌ファクトリー、もともとは札幌ビールの工場の跡地なんです。もう札幌ファクトリーと札幌ビールはすごい深い歴史がありまして、そんなところで今日イベントをやらせてもらいます。光栄すぎる。私たちが札幌ビールに近づく第一歩でございますそのステージの後ろにはね、札幌ビールの缶の形したエレベーター、そうクラシックのエレベーターがあるんだよね。そう、人が乗るために動いてる。光栄でございます。ここが札幌ファクトリー。サッパ。あそこだよね。さっき言ってたクラシックのエレベーター。かっこいいね。どうした急に。クロワッサン出る。朝のクロワッサンが出る。広くない？楽屋。これが楽屋なんだよ。え、電球の数？そこ。もう緊張して、すごい普段気にならないことまで気になり始めた。やばい、もう5分に1回トイレ行きたくなる。そう、血圧上がってんのかな？医療者みたいな発言するの。医療者だけど。すごいですね。めちゃめちゃ盛り上がっております。けれども、ついに始まるぞ。私、本日金子智恵と申します。よろしくお願いします。ひぬま夫婦のお二人です。本物だ。お願いします。うるうるしてますわ。やばー。いや、すごいですね、本当に。ありがとうございます。ひぬま夫婦です。よろしくお願いします。どうです、こんなに上もももうパンパンですけど。夢ですか？本当夢ですよ。現実ですよ。しっかり現実ですから、1階席もそうですけれども、2階席もみんな手を振ってくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとひぬま夫婦の初の単独イベントになりますよ。ありがとうございます。あのエレベーター、札幌クラシック美しいですね。なってますよ。かっこいいですね。どうです、これ見てケイトさんどうですか？北海道の地盤、札幌クラシックでございます。ありがとう。すごい、もうやっぱ名言でしたよね。ちゃんと言えた。ちゃんと言えました。めちゃめちゃ不安になってましたもんね。これも何回も、あ、これ全然このイベントのお話とかいただく前の前から、はい。いつか言うことがあればと思って家で練習してたんですけど、噛まないで言えました。いや、素晴らしい。よろしくお願いします。お座りください。ゼクちゃん購入ということで、もうおなじみのゼクちゃんなんですけれども、購入された時匂い嗅がれてましたよ。そんなのも見ていただいて、ジグソーパズルの匂いがするって言ってめちゃめちゃ気になると思って。大体段ボール開けたらジグソーパズルの匂いしますよね。いや、しますね。その紙の匂いと言いますか。そうですね、そうですね。なんかキャンプ場の近くに結構小さな商店とか、はい、直売所とか多いじゃないですか。そこに立ち寄りたいんですよ、僕ら。どんなものが地元で取れてるのかっていうのを知りたいんで、そこ行って調達するっていうこともありますね。やっぱそこに行くメリットとしては、なんか地元の食材だったりに出会えるってことですか？そうですね。あとその商店のおばちゃんとかが、はい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 、めちゃくちゃほっこりするじゃないですか。いいですよね、話聞いてると。そっか、地元の情報もゲットできるってことなんですよね。そうですね。食べ方とか。あ、なるほど。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。イベントが終わりました。もうなんか抜け殻みたいな感じかもしれない。緊張した。でも、ね、朝から雨の中並んでくれた視聴者の方、めっちゃありがとうございます。ありがとうございます。本当に夢のような時間でした。また頑張ります。ありがとうございます。はい、イベントが無事終わりまして、はい、ファクトリーさんからぜひそのアウトドアショップも見てってくださいっていうふうにご依頼をもらいましたので、ちょっと見ていきたいと思います。まずロゴスショップ、巻き入れる袋欲しいって喋ってたの。コードでしょ。そう、今こういうの使ってて、車の中が汚れちゃうんだよね、だからクズが外に落ちないような作りの巻きバッグみたいなのあったらいいなと思って、これいいじゃん。いいね、これ刺せるし、なんか横に、色も可愛いし、こんなのもあるんだね。これはガスか。そう、よくない？どれぐらい高いんだろうね。アラジンのやつ。ガスストーブ俺ら持ってないから、どれぐらいの威力なのかって気になるな。でもこの間斉藤夫婦さんさ、うちは灯油ストーブ1個と足りなければガスストーブですみたいな言ってなかったっけ？これぐらいなら全然追加できるよね。重い？重くはない、普通に女性でも片手で持ってるかも。ここちなみに北海道唯一の直営店らしい、ロゴス。あ、そうなの？めっちゃ広いし。確かにめちゃめちゃ広い。キュートな欲しいやつでしょ。やばい、これにしよっかな、誕生日プレゼント。誕生日プレゼントまだ渡してなかった、めちゃくちゃ薄い。軽そう。めちゃくちゃ軽い。うわ、めっちゃ軽い。これで冬熱燗とかいいんじゃない？見て、携帯アウトドア晩酌セットだって、これに全部コンビだね。なるほど、すごい。分からんけどめちゃめちゃすごいね。俺らの椅子ってさ、もうむき出し状態じゃん、結構こういうのに憧れるっていうか、ふかふか系、チェアカバーっていうの。普通に寒いよね、椅子のさ、下から冷気。いいかもね、なんか冬グッズ充実させたいかも。確かに最低限しか持ってないから、なんかより快適にみたいな。初のピーク、うん、ここも道内初の直営店らしい。すごくない？ね、すごいなんか今年の春ぐらいにめっちゃ続々とオープンしたんだよね、うんうん、一気にめっちゃアウトドアの施設みたいになったんだよね、うん、スノーピークも5月か、うん、小川がその1週間後ぐらい、うん、めっちゃ充実してる。コンパクトキャンプしたいからよく欲しい。飛行機に乗ってキャンプ遠征とか考えてるから。冬キャンプってさ、持ち物をやっぱ最小限として行った方がより楽しくなる、うん、俺らはね。なんかうん、カーサイトだと見れる景色に限りがあって、うんうん、カーサイトじゃなくて車を駐車場に置いて歩いて奥まで行くサイトになればなるほど景色がいいじゃん。もう昨日のキャンプでしょそれこういうなんか閉鎖的な感じになって、うん、すごい世界だから、うん、こういうので行ければそういうサイトにどんどん貼れるんだけど、うん、荷物多いと結局カーサイトにしか貼れないから。ストーブはしょうがないけどね、うん、それ以外のもの小さくできたら。そう、それ以外は1回で行けたらいいよね。もう昨日は5から7往復ぐらいしてたからね、うん、こういうのに全部入れるのどうなんだろうね。ちょっと鏡見たいんだけど。鏡、うん、かわいい。めちゃめちゃかわいいよ。え、めっちゃ似合う。見して後ろ。すごくいいです。誕生日プレゼントそれか。めっちゃ似合う。でもこれやっぱもう一回り大きい方が良くないか。もし飛行機乗るんだったら。確かにね。でもこれ飛行機に乗せていいサイズ超えちゃうよね、あれだったら。ケイト大丈夫？腰。そんなこと言ってられないんだよ。俺がそれを持ってケイトはちょっといいんじゃない？いいよ。お、バックパック。多分物入れたら結構こうなるかもしれない。冷えた発泡剤になるかもしれない。ちょっとリュックの尺長いんじゃない？本当に欲しいから。本当に欲しいからね。お、こっからの眺めいいね。あそこでやったんだよ。なんかまた泣きそうになってくるわ。本当に夢のようだったね。お腹が空きすぎて一旦休憩です、うん、一昨日、うん、オープンしたプロテインボールっていうお店、うん、気になってたんだよね。めちゃめちゃ可愛いぞお店。なんか1店舗目が違うとこにあって、うん、気になってて、うん、なんとファクトリーにできた。昼間家夜は飲んだくれておりますが、朝昼は野菜を摂るように頑張っております。夜のために朝昼健康的にやるっていうのがうちのルール。大好きな朝いい。出た。目がやばい、目がやばい。レシピ聞いてくるわ。レシピ。今まで飲んできたやつとどう違うの？プロテインだからさ、味はちょっと落ちるのかなって思ったけど。あ、これプロテインか。これがタンパク質が 31g。 すごっ。それって多いっけ？1日に取らなきゃいけないタンパク質が、うん、だいたい私の体重だと 60g ぐらいなんだけど、うん、半分。このお弁当のタンパク質73だって。うわ、めっちゃうまそう。やば。マリモッコリの顔してた。またやば。じゃあもう大丈夫だわ、うちら今日夜飲んだくれても。絶対うまい。いただきます。うまい。やばい。やばい。なんか海外とかの、めちゃくちゃこだわって作ってるオーガニックレストランの弁当と同じ味がする。オーストラリアとかでさ、あったさ、こんなの日本にあればいいのにねって言ってたようなやつと同じ味がする。お肉炭火みたいな、めっちゃ美味しい。めっちゃ食いたい。ご飯も玄米もち麦みたいなの入ってそうだな。うまい。大好き、大好き。やばいでしょ。めっちゃ美味しくない？なんか知んないけど、うん、まっヘルシーなのにめっちゃくちゃうまい。うんうん、海外ってさ、ヘルシーなのにすんごい味付けにこだわってたりとかするじゃん。そんな感じ。見た目もめっちゃ美味しそうなんだよね。これ罪悪感ないじゃん。リピートしちゃうわ。あまりに美味しすぎて店員さんにめちゃくちゃ美味しいですってわざわざ言った。 30% オフの券もらった。これはみんなにあげてるやつ。そうそう、やばい。これなんかランチで久々のヒットかもしれない。せせらぎも聞こえるし。確かに気分がいいわ。このせせらぎとこの植物を眺めながら食べる健康的なメニュー。いやーいいね。これが小川か。初めて見たよ、小川ショップ。やばい、めっちゃテンション上がる。なんかすごい、あれないのかな、アポロンとか。あ、見たい、アポロン見たい。やばいの見つけた。怒った。この触り心地絶対いいぞ。これ剣のためのやつやん。あ、しかもこの下おがっちだ。本当だ。あ、そういうこと。できるんだ。おがっち。おがっち。俺らさ、布団カバーみたいなのを使っておこたにしてるじゃん、今。ちゃんとしたキャンプ用のやつ欲しいよね。これとか可愛くない？可愛い。ほら、裏これだよ、剣の好きな。あ、気持ちいい。あ、これいいわ。こっち気持ちいい。好きだね、そのシミュレーション。これはあれなんだね、ここがリビングで左右が寝床みたいな。これセンターポールないからすごい。確かに。うちで出してるストーブ、薪ストーブなんですけど、アカネっていうストーブが、はい、おすすめです。いや、やりたいと思ってたんだよね、薪ストーブ。あれって中で燃えると小川さんのマークが。そうです。ああ、いう感じで、しかもうちオリジナル4面ガラスになってるので、どこから見てもその中で焚き火の雰囲気を楽しめる商品ですね。焚き火楽しみつつ、かつ暖も取れて、で上で煮炊きとかもできる。この冬にはつけのいいですね。やるしかないか。物さえ揃ってしまえれば、あとは説明書通りできるので。ちょっと近くで見たい。あかねさん。あかねさんだ。いいね。いいね。6万か。やっぱ買うとしたらさ、焚き火の火みたいじゃん。だからこういう感じの全面ガラスになってるやつ、絶対それがいい、ね、それがいいよね、絶対ね。ここで料理、いやいいね。ああ、俺もっとさ、この煙突が外に出てる部分が多ければ怖くない気がする。ここがね、立ち上がった時にさ、煙突をボールと間違ってさ触っちゃったりとかしないから、酔っ払ってさすがにしないしよ。てかこの位置だったらやっぱいいかも、この端っこ。このテントもいいね。アパレルもあるんだね。で、初めて見た。初めて見た。札幌に他の店舗にないと思う。ないよね。可愛いよ。ほら、剣の好きそうな色。あ、気持ちいい。へえ。これだけ大きいとめちゃくちゃ充実してる。あ、けどさっきの。あ、確かに。しかもこれちっちゃくなるんだ。そうなんだ。え、こんなちっちゃくなることある？こちら今ニトリのガチ毛布じゃん。そう。こんなちょうどいいサイズのテントがあったんだね。いや、私はさ、広すぎるぐらいのやつ買っといた方がいいのかなと思ってたんだけど、子供とかできたらとかね。検査でかすぎるって言うじゃん。これさ、結構寝室も広いし、ここのリビングスペースも広いし、大体これぐらいのやつって天井低かったりするじゃん。でも天井もめっちゃ高いし、俺も頭上がんないです。しかもこの跳ね上げがついてて、しかもさ、これさ大体ここまでじゃん、だからさ、ここの横から結構雨入ってくるけど、ここのサイドもあるの。普通さ、この横ないじゃん、横の幕。でも両サイドに幕あるから雨入ってこないし、めっちゃ軽い。 9.36 だ。 10kg 切ってるって結構やばいよ。剣の好きな重量ですけど。あれ、アポロンあった。アポロンあった。あ、こっちにあったんだ。でかい、アポロン。かわいいね。色かわいい、めっちゃ。ここ切り替えしになってんだ、色。この色と白と、ここが白で、この上がちょっとカーキっぽいっていうか。に、あ、しかもさ、あれじゃない、ここが TC でここはポリエステルなの、うん、やば。え、しかもさ、内側は TC でしょ、で、これ外側がポリエステルだから、確かに雨ね、染み込まないんだ。へえ。これがなんだっけ、パシル。パシルめっちゃありじゃないこうやって見ちゃうとやっぱりイメージしやすい。テントの数すごくね、うん、何種類置いてあった？ 8 個ぐらい展示してすごすぎるすごすぎる。いや、これ小川考えてる人絶対ここだわ。だって他のところで展示してないよね、うん、あんまり、まあ、してるとこあると思うけど。この季節が来ましたよ。このツリー、札幌では多分トップレベルに大きいツリーなんだよね。でしょ。で、私は高校時代から友達と毎年このツリーを見に来てたの、クリスマスに。俺も来たな。誰と来たっけ？いや、友達とよ友達とよその顔男友達で。え、普通に来るでしょ、ツリー見に。カップルでっていうのもあるかもしれないけど、普通にもう小さい頃からこのどでかいツリーをクリスマスに見に来るっていうのも恒例行事よ怖ちなみにこのツリーさっき聞いたんだけど、うん、本物の木なんだって。らしい。ちなみに木はちゃんとワークショップして、うん、その木で何か作ったりとかして保存して残してるんだって、うんうんうん、素晴らしいね。やっぱり一個一個のお店がめちゃくちゃ大きいから、うん、展示物が多くて、うん、商品もめっちゃ充実してるから、うん、本当にファクトリーおすすめです。いや、本当おすすめ、うん。しかも店員さんもさ、なんか多分初心者いっぱい来るらしいんだよね、うん、他のお店見るついでにキャンプギア、キャンプってどんなんなんだろうみたいな感じで見る人が多いから、うん、すごい店員さんが初心者になんか寄り添って喋ってくれるっていうか、うん、めちゃくちゃみんな優しくて、うん、聞きやすいスタッフさんばかりなので、ぜひ今年冬キャンプ始めてみようかなみたいな方はご覧ください、うん、で、ちょっとしたプレゼント、あ、そう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 、もあるんだよね。ファクトリーさんが私たちのステッカーをプレゼント企画やってくれるんだよね、うん、でこの動画が公開された次の日から、先ほどお邪魔したロゴスさんとスノーピークさんと小川さんで「沼夫婦の動画見ました」って言うだけでステッカーがもらえるっていう企画になっておりますね。ありがたいね、うんうん、その選択肢が、うん、私たちの丸型ステッカーと、うん、長方形のステッカーと、もう一つがなんと札幌クラシックの缶、うん、やばいっしょ。うちらのシールか、うん、ビールっていうむしろそっちの方が欲しいわみたいな人絶対いるよな絶対いるできればシールを選んでほしいけど、まあ私たちとしてはクラシックも激推しなので、うん、まあどっちでもいいんですけど、はい、数量限定なので、はい、ぜひもらいに来てください、はい、アウトドアを通じてこういうイベントのお話とか撮影のお話とかをもらえて、うん、シンプルにめちゃめちゃ嬉しかった。でファクトリーも毎年毎年魅力が増してるので、うん、ちょっとここ最近行ってないなっていう人は来てもらったらすごい楽しめると思うので、うん、あ、しかもね、煙突広場、レンガに囲まれた広場があるんだけど、そこで焚き火のイベントとかやったりしてるみたいな、ね、普通にめちゃめちゃ来たいね、それね。こんな街中でレンガに囲まれて焚き火できるってなかなかないので、いや、もう贅沢すぎるでしょ。これから注目してほしいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。